はい、おはようございます。JR 高田駅でございます。はい、高田千本桜に行きますね。こちらが1月でしたかね。はい、うなぎさんでございます。どうなったんかね。あれかなんか変わったことあるのかね。なんか書いてあるけど。よく賑わってなったんだけどね。偽装はいきませんね、偽装はね。みんな欲しかった言うんだけど、中国産だったらしいですわ。中国産として売ればね、何も問題ないんだけどね、国産としてこんな感じで売ってありましたからね。新聞女の人からね、渡りましょうかね。マツダスポーツさんが南東銀行さんはやってはんのかね。ウェルシアさん、はい、駅から500メートルぐらい来るとね、目の前に高田市役所が新社屋ができます。だいたい時間にして6分、もっとかな、7、8分かかるかな。こちら下流れてる高田川でございます。今日は4月の30日、満開でございます。去年は27日かな、ぐらいが満開だったんでね、ちょっと、こんな感じかな、2、3日遅れたって感じかな。この鳥は、この鳥は何だろうね。よく止まってますけどね。じーっとしてますけど。1メーターちょっとぐらいのところおるんやけどね。逃げませんと。ほら、満開と思ってきたんだけどね。木によってまだ満開じゃないのがあんねんわ、これ。これ。まだつぼみが残ってます。だからこういうおるかね。こういうの見当たらんかね。こういうおるんですけどね、ここね、この川。青い空が見えてきました。それでもまだガスが動いたな、これ。右に振ると二条山が見えます。あれ、これ長っとね、去年はこう、ものすごくね、傾いてたけど、綺麗になってますわ。ちょっと変わったな、これ。ちょっと変わりましたね、前と。もっと前は近かったな、あれが。石の石と石の間が。あ、だいぶ変わったな、この辺。ここにやりあったかね。ここに小湯がおるんやけどね、見えるかね。あれ、小湯全然いないんやけど。ああ、いました、いました。あら、大きな鯉が。1、2、3匹おるんかや。真っ黒やかわからんか。大きいんやけどね。4、50センチあるんじゃないかな、これ。鯉やろな。ああ、13、14、15、16。16、17。まあまあ今まで見ただけで30匹ぐらいは数えましたけどね。まだおるね。まだおるな、これは。上にも。この辺もおるし。1、2、3、4、5、6、7、8、9。40匹以上おりましたね。まだおるな、この辺も。ちょっと小さい鯉が。はい、50匹ぐらい見ました、今、鯉は。浮見堂と二条山が入らんかね。はい、ここはね、浮見堂とね、二条山でございます。満開までもうちょっとやね。これ上の方がまだちょっとつぼみがね残っとるんで、今日は捨てとくか。
魚千本だからどれぐらいおるんだろうね。千本あんとかね。ここは遊具広場になってますけどね。ずっと春日井の山々でございます。すぐ電波塔があって、これ浮見堂でございます。で奥は清見堂かな。さらにもう今日明日が満開でございますね。これもうちょっとすごい残ってますからね。ちょっと水分が多いかな、空気中の。ちょっと光っとるかね。まず、もう一つ桜、千本桜。桜橋でございます。高田橋から見るね。桜橋。桜橋。大中橋はないね。この高田川には、さっきね、あの辺までちょっと歩いた、ね。100メーター、150メーター歩いたかな。約50匹の鯉が泳いでおりました。はい、ありがとう。北方面に流れました、北は。この木はほぼ満開でございますね。おはようございます。はい、高田千本桜でございました。はい、ありがとうございました。今日は明日がもう満開ですよ。はい、どうぞお越しください。ありがとうございました。